で今回もやっていきたいと思います。ってことでクレヨンしんちゃんやっていこう。クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦スタート。さあどれをやっていこうかな。一応なんかニューってなってる射的をするぞ。これやっていこうか。射的をするぞ。スタート。スタート。今日は幼稚園のバザーです。バザーで射的？射的とスーパーボールすくいをできますよ。へえ。おお楽しそう。しんちゃん射的得意？マサオくんにお願いしたけどダメなの。ダメなの。自分ではせんね、レネネちゃん。しんちゃん代わりにとって。レネちゃんってなんかちょっとお姫様チックな感じするよね。性格的に。スタート。ソフトクリームが欲しいの。多分レネちゃんが欲しいって言えるものを落とさんといかん感じよね。え、ソフトクリームとか全然こんねえけど。え？あ、来た。ちょっと待って。早く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 。ちょっと待って、通り過ぎてん。普通に通り過ぎたよ。これ狙えんの？あ、狙えん。マジか、そういう感じか。なんか急激にソフトクリーム増えたけど、何？嫌がらせですか？え、あ、ちょっと待って。パンダ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 。パンダに行って、パンダに行って。は、なんでいかんの？パンダ！よし。来たー。何色でもよかったん？いいな。え、撃てんかった。え、普通に撃てんかった、今の。いない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 。うえ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 。はい。あ、花になった。花になった。え、一応当たったのはいいのか。うさぎ、うさぎ、うさぎ、うさぎ。なんかあの花ちょっとさ、フラウィーっぽくない？ちょ、待って待って待って、花狙わなくていいから、あの、うさぎに行ってくれるかな。うさぎってね、ねねちゃんでっかいうさちゃんのぬいぐるみ持っとるやん。めっちゃ殴りつきよるやつ。殴られうさぎって言うんやっけ。あ、次花？オッケー。はい、来た。当たらね。あー、花だらけやん、めっちゃ。とりあえず希望通りは2つ。獲得したおもちゃ。達成したねねちゃんのリクエスト2つや。くっそ、あと3つ。え、てかさ、これ、ちゃんと自分で狙えるようにしてほしいね。なんかこの的？照準をさ、勝手に合わせれんけんさ。しんのすけくん、頑張りましたね。ま、でも女の子から頼まれても2つも取れたら十分じゃない？しんちゃん、スーパーボールも欲しいの。自分で取れよ、自分で。会話は乙女のお願いよ。しんちゃん、頑張って。もう人ごと。やってみますか。え、でもこういうのってさ、なんか好きな人に撮ってもらうけん嬉しいんであって。え、続けてやるの？マジでそういう感じ？好きな人に撮ってもらうけん嬉しいんであってさ、別にどうでもいい感じの人やったら、あ、リクエストがあるんよね、また。自分で撮る方が楽しくない？はい。え、どうやって撮れた？撮れた。次リクエストは？え、どれ？これか？あ、違う。どれ？なんか丸いモヤモヤ。これかもしかして。もうポイが破れそうな気がする。あ、これや。はい。あ！取れない。オッケー。なんか一個余分なの取っとる、もしかして。あ。めっちゃ取れるやん、こんなに破けつつ。あ、ちっちゃい方。もう破れて無理だ。無理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 。2個目。はい、ねねちゃんの要望は、これね。はい。カゴが、新しいのに変わった。これか？こっちじゃない。はい、オッケー。は、ふぅ、でっかいの取れた、でっかいの。
これ取れない。こっちちっこいのは、おおお、端っこに乗せてこれかな。あ、無理。最後のポイヤ、ギザ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 のやつ。あ、でも可愛い色ばっかりや。やったね。はい、スーパーボールすくい結構いい感じにいけとんじゃないかと思うんやけど。違う違う、あ、ちょっと欲しいやつ。もう2個取れた。やったやん。全然希望はされてないけど、まあいいやろ。あ、でもチュッパチャップスみたいやねこれやね。全然違うのが取れた。はい、あ、これさすがにもうこのでかいのは取れんか。もうポイがなくなったよ。獲得したレジェラン欲しいボールは11個。すごくないやったやん。しんちゃんありがとう。大満足やろ、ねねちゃんもこれで。でもなんか射的をするぞだけやったはずやのにね、スーパーボールすくいまでさせられたわさせられた。よし、それじゃあしんちゃんちょっとボランティアに貢献しよう。ゴミ拾いをするぞ。めっちゃ落ちとるやん、散らかしすぎやろ。今日はリサイクルの体験をしましょう。リサイタル？吉永先生歌うの？リサイタル知っとんや。リサイクル？ゴミを資源に。みんなでゴミを拾って分別しましょう。やれやれ。しょうがないなぁ。お、どういう感じ？しかも結構なスピードで行くんやね。はい、なるほど、これで拾っていけばよろしいと。連続2個。これなんか当たっちゃいかんものがあったりとか焦んのかな。とりあえず大丈夫っぽいけど、基本的になんかルール説明っていうものがないよねはい、いい感じ。めっちゃいいやん。なんかリズムゲームっぽい感じやね。はい、おお、めっちゃいい感じに取れよりよ。あー、取りたかった今の。取れなかったんですけど。はい、あ、いけんかった。はい、くそ、あー、全部取りたかったのにゃー。お、でもなんか今の絶対拾えんかったやろなってやつが拾い取ったりとかする拾ったゴミの数35個。ちょ、わずかにね、拾い残しが。別にあれよ、立ち止まって拾ってもいいよ。そんな走り抜けなくても。お、リサイクル？はい。あ、なるほど、これで分別していくわけやね。ほうほう。缶はこっちへ。おー、すげえ、なんか。面白いね。こういうところまでやらせてくれるのめっちゃ面白いやん。よっしゃー！はい、いい感じ。でも、シュールのしんちゃんだけな気がするけど。でも、ここでさ、分別間違えたらめっちゃ最悪じゃない？リサイクルできんやん。はい、いい感じ。綺麗なまんまのペットボトルとちょっとひしゃげたペットボトルの2種類ある。よっしゃー！いいね。お、これ全部いけるんじゃない？お、いい感じ、いい感じ。しんちゃんうまいやん。しんちゃんうまいやん。あー、待って、間違えた！紙パックの方に入ってしまった。ふわー。一個だけちょっと紙パックの方にペットボトルが混じりました。それぐらいなら、手で、よければ、あー！二つ抜けやけん、とりあえず手でよければ大丈夫だと思う。ふわー、二つだけ。分別間違いが。頑張ったね。
まあ、でも幼稚園児だから。幼稚園児だからこんなもんや。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこれね、次々ミニゲームも増えていくっぽいし、まだまだやってないミニゲームもいっぱいあるけん、楽しめそうやね。